これです。豚肉と、どんな豚肉でもいいですね。今日私は味わい豚買ってきました。それからね、この前、この間私淡路島行ってきて、淡路島買ってきたのはね、鳥口ウリの一種類かもしれない、ようわからないですけどね、150円この大きさで、安いでしょう。それからこれもね、淡路島買ってきたのニラ、100円、一束100円です。はい、今から作ります。まず小麦粉は、これはね、ここ小麦粉見えますか、小麦を 500g ここ入れます。まあ、一杯でいいです、大体でいいです。こぼしちゃった、もうちょっと、もうちょっと多めに入れてもいいです。一杯にする。だいたい 500g。500g で、ここ入れて、すぐ水。お水はここの小麦粉の500はここ100にし、100見えますか、ごめんなさい、100にし、ニラの準備します。次はこれです。この種は持ったら出てくるかな。皮をむいて、
これお肉とエビはこういう感じになってから野菜の中に入れましょう。先ほど用意したのニラとこのウリこの中に入れます。で卵炒めました。卵先ほど用意したの卵一緒に混ぜて、塩入れます。普通のサラダ油は卵を炒めた時はサラダ油は入れました。次は最後にごま油を入れましょう。ごま油は小さじ2杯ぐらい。はい、これで餃子の身は作りました。はい、美味しそうでしょう。
撮影しながら味見をします。いただきます。いただきます。美味しいです。本当に美味しい。